ジャストで1分です。得点。はい、ツイキャスの皆さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。まだ一人だよ。3人。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。とっても綺麗な、ね、夕日が見れそうですね。ね、あとこっちもいい感じ。後でお見せしますんで、ツイキャスの皆さん、めっちゃ晴れていい感じです、うん、ねえ、うん、うわ、海最高だね。飛行機雲も、ね、あ、本当だ、すごい、あ、気持ちいいね、うん、もう気温もいい感じだよ今ね。ちょっと涼しくなってきてますよね、だんだんと。そうそう、いい感じだ。あ、なんかメッセージ出てる。前からじゃない？あ、そうなの。ビール飲みたいけどね。あ、飲みたくなるね、これ。リッキー、レッツ深呼吸の時間がやってまいりました。はい、今日は、9月の19日、うん、19日、火曜日の6時を回りました。本当に今、浦添那覇方面から、向かってたんだけど、はい、この時間ってかなりやっぱ渋滞してんだね。そう、すみません、自分も1分前ぐらいに着いたばっかりで、この南から那覇方面からこっち向けってこの時間あんまり走ったことなかったんだけど、かなり混みますよね。逆方向から来てたから、いつも、うん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 、こんなに混んでんだと思って。そうなの。だから相当裏技使わないと、裏道通ったりとかさ、うん、しないと、うん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 、かなりね、やっぱり、うん、あのゲストさん時間遅れてたりしたの意味が分かったよ。そうなんです。あの渋滞の中ね、来てるし、うん、まあ、こういう時こそね、一呼吸置いて、はい、ね、深呼吸をしましょうということでね、うん、大事大事、深呼吸、ね、深呼吸してくださいね皆さんね、はい、まあ、特にもう、数日前からね、台風18号の影響でね、うん、もう、あ、かなり強い台風だったから、沖縄通過あたりで、950、60とかヘクトパクスカルでね、かなり、強い台風で、でかい台風だったんだけど、まあ、なんか日本縦断のね、北海道まで昨日、知り合いのフェイスブックのね、はい、友達のフェイスあれ見たら、昨日まで台風の影響があったみたいだから。これ結構ゆっくりだったんでね、なんか、まあ、沖縄にいるときはゆっくりだったけど、うんうん、沖縄過ぎてからは速度速かった。あ、そうなんだ、うん、だから、僕も沖縄出発するときに16日に、うん、台風が近くにいて、うん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 、飛行機が飛ぶかなっていう感じだったけど、うんうん、まあ、2時間遅延して、なんとかね、飛んで、で、関西空港着いて、はい、で、着いてやる間も、もう台風が接近してくるじゃん、うんうんうん、その台風の前に行っちゃったわけさ、だから、あ、台風はちょっと過ぎてるんだけど、うん、それを通り越して、通り越して、追い越しちゃった。先に、うん、関空着いて、うん、後から台風が来るような状況だったんだけど、かっこいいね、なんか。だからもうイベントとかさ、その、うん、あれもどうかな、どうなるかなと思ってたんだけど、うんうんうん、あの無事大成功でね、うん、打ち上げも終わって、はいはいはい、打ち上げ終わって居酒屋から出るとき結構雨風強くて大変だったんだけど、うん、まあ、それ以外はそんなにね、台風感じなかったんだけど、うん、まあ、全国的にはね、かなり被害が多かったみたいで、そうですね、ね、お見舞い申し上げたいと思います。はい、はい、まあ、でもね、さっき本当にさっき、はい、空港に着いたばっかりで。あ、そっか、空港から来たんだ。空港からっていうよりも空港に着いて、うん、でちょっと病院の予約もしてたから、うんうんうん、病院も寄って、うん、もうさっき着いて。あ、うん、そっかそっか。で今日もういつものね、 PA のキャン君も、うん、ずっと
県外に行ってて、うんうん、あそうなんだね、もうさっき着いて、あの空港から直で来てるみたいだから、マジっすか、皆様お疲れ様です、本当に。もうみんなも、分単位でギリギリな感じで、やばいね、間に合った感じでさ、はいはいはい、なんかやっとほっとしたような感じだけど、実はもうこれ、放送終わってから7時からの、なあなあでちょっと、また僕、行かんといけない、ハードだね。だから遅刻はもう遅刻なわけ、うんうん、7時からか間に合わないって分かるんだけど、うん、だから終わったらもう急いで向かわないといけないっていう、ね、状況もあるんだけど、気をつけて、力さんこそ深呼吸だよ、本当深呼吸しないとさ、ね、もう大変よ、この病院もあの心臓の不整脈の感じのあれだったから、なんか引っかかったって、だから余計ね、あの深呼吸、うんうん、もうしょっちゅう深呼吸させられたよ、不整脈ある意味秋田さん、もっと深呼吸してください、深呼吸してくださいってからさ、そうだよ、こんな番組持ってるんだからCT 取る、CT 取るときにね、うん、あの投影剤ってあの心臓がよく映るように、はいはい、あのなんか入れるわけ、うん、あの血管から、うん、これが 熱いわけよ、体中がブワーって熱くなってるわけ、脳までブワーって、うん、あれも気持ち悪くてさ、うん、なんとかでも我慢してみたいな感じだったけど、一応大丈夫なんでしょ、うん、あの今日結果聞いたら、まあ、とりあえずあの心臓の血管は大丈夫だなってことで、うん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 、まだいくつかの検査これからね残ってますけど、あの、まあ、僕がこういうのを体験することによってね、うん、あのいろんな人にまたそれ伝えられればいいかなと思って、はいはい、また今後のね、検査のやり方とか検査結果とかもね、はい、お伝えしたいなと思うんですけど、はい、まあ、ということでバタバタしながら来てますが、うん、このね、素晴らしい景色の中、ね、本当綺麗、ビアガーデン B サイトで、お伝えしてますけど、今日もね、はい、なんとあのうちの、スポンサーでもあります、うんうんうん、セントマリノの、はい、直明子さんオーナーがね、はい、また来てますんで、うん、まあ、近況とかね、いろいろまたお話聞きながら、そうですね、うん、あのワインのね、前回の、続きでワインの話もできればなと思ってます。はい、はい、ということで今日も一日ね、お付き合いよろしくお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。 FM ギノワン、レッツ深呼吸、この放送はワインバーセントマリノ、プレミアムウォーター、ビアガーデン B サイドの提供でお送りいたします。言ってたみたいだけど。あ、キャン君も関空から来たの？ああ。あら。じゃあアナの15時の便。あ、ジェットスター。ああ、そうなんだ。結構遠いんだよね、関空ってね。うん。これ三宮から向かったんだけど。三宮なのに、なんで伊丹じゃなくて関空なの？三宮から伊丹すぐじゃん。近いよね。めっちゃ近い。うん、いや、もう、もう、あの、僕の場合、あの、ピーチで移動してるから、もう関空になっちゃった。そうだよね。近いんだよね、すぐなんだよね。あのポートピアとか過ぎたら乗れるぐらいだよね。だから関西のさ、あの空港っていまいちよくわからないんだよね。伊丹空港だとか、あの、うん、そうそう、あ、神戸が、神戸が近いんだよ、めっちゃ。神戸空港どこにあるかわかんない。いやいや、あのめっちゃ近い、うん、そうそう、あの神戸空港ってあったもん、そういえばあ、なんだこんな近くにあるんだと思って。どうかな、もう俺乗り慣れてるからかな、うん、まあ、高速バスでも1時間ちょっとで三宮から1950円、ね
いやもうしょっちゅう乗ってるからさ、もうとにかくいかに安くで行けるかっていうのをもう今夜中飛行機飛んでるの知ってる、ね、いやもう夏休みで終わったんじゃない、あれ。いやいやこの間、まあ、まだ夜中飛んでる飛行機、あの なんて言ったっけ、なんとかっていう呼び名があったよね、夜中の。いやこんな洒落たあれじゃなかったよ。違うの？なんかかっこいい名前だったけどね。かっこいい名前、あの夜中の2時3時出発とかね。そうそう。たまたま安くでさ。友達が東京から来るとかって言って、うん、今日夜中に迎えに行かなきゃいけないとか、なんで夜中なのって言ったら知らないのって言って。そうそう。夏休み期間だけどと思ってたけど。いや、こんな洒落た名前じゃなかった、かっこいい名前だった、かっこいい名前みたいな感じ、ああそれで行くんだみたいな感じの、ああねえ、あの どなたか知らないかなと思って、夜中、あはいはい、ああねえねえ、今背中キャンクの背中でカメラが一回隠れてパッて抜いたから明るくなってる、画面が、うん、おおね、キャンクが映る機会ない、え映る機会ない、まあそうそう、いやあの後でね、ツイキャスの皆さんにこの夜景っていうかさ、ね、見てもらおうと思って、一応ツイキャスマイク入ってるんで、うん、そのちゃんとちゃんとツイキャスの、ね、時間大切にしないとね、あの今日もコインお願いします、あはいコインちょうだい、コインお願いします、あのそうそう、コイン入れるとこれ大体30分で1回切れるようになってるんだけど、コインがこう2、3何枚かこう入ってくるとそれが切れないでずっとつくっていうのとかだし、僕も詳しくは知らないんだけど、あのお茶とかねコインとかってこうくれたりするわけ、はいどうも、あきちゃんね、3回目の出演かな、あ3回目か、4回目か、4回目か、今日ようこそお越しいただきました、ね、今日も、ビアガーデン B サイドから烈深呼吸をお届けしてますけど、はい、すごくいい空気感というかね、ね、気持ちいい、気持ちいいよね、うん、本当に暑くも寒くもないし、うん、台風が過ぎてなんか風も穏やかでさ、うんうんうん、でこっから見る景色もすごくなん、このグラデーションがねもう出てきた感じで、あの皆さんに今お届けできませんけど、ちょっともうちょっとあの真っ赤になっていい感じの時に、あの一度ツイキャスの皆さんにね、うん、お見せしたいなと思うんですけど、夕日出てきたらあの、うん、すごいいい感じになってます、うん、ね、あきちゃんどんなですか、あの僕ねやっぱりこのセントマリノさんの、はい、ね、このワイン、うんうん、やっぱり美味しいなと思うね、美味しいでしょ、関空行くとき16日に空港で、うん、たまにこのワインのイベントやってるの分かるかな、ブルーのこのボトルが、うんうん、ワインのイベント、うんうん、一般市販してないってやつ、はい、あれ何本かこう時間があったからもう試飲したわけさ、うん、全然あのセントマリーの方が美味しい、へー、うん、ですよね、でももうなんかすごい売れ行きらしく、うんうんうん、あのなんか干支にちなんでラベルを、うん、今年は鳥年だから鳥のラベルだったりするんだけど、うん、もう今年の分全部出ちゃって、うん、へえ、そうなんだ、あらもう仕入れることもできないような、仕入れることもできない、状態どうすんの、営業できないじゃん、結局あのたまたま前え猿だったかな、
まあ、羊だ、うん、のものがたまたまあるのをもう出してるって感じ、うん、あらあら、すごい人気ようっすね。私あ開けないで1本置いとくつもりだったのにやってしまったなと思って。 あのラベルはじゃあ毎年変わるんだね。毎年変わります。来年は犬、あの鳥のマークは一緒。鳥のマークはそのまま一緒で、鳥の前に犬がなる、うん、そうなんだ。ちょっと今年ね残念だなって。まだね10月入って9月入ってね間もないのに、あの真正面から オスプレイがやってきます。あれオスプレイか。本当だ。すごいね。やばい、向かってくるねこれね。ツイキャスの皆さんに見てもらいましょうか。オスプレイ来ました。本当に向かってくるよ。オスプレイが今向かってきます。ツイキャスの皆さん見えますか。あ、ちょっと映ってるね。チカ、はい、ちゃんとキャンクに行って、あの右とか左とか真ん中とか、今映ってますよ。ちゃんと真ん中に映ってる。できればもうちょっと近くまで行ってほしい。うわすごい。下もうちょっと下行って。このライブ感ね、このライブ感半端じゃないな。うわおしゃべって撮れば。いや、あのね、この感じで飛んでくるのはあまりないよね。今日ちょっとこれ貴重な感じでしたよね、今のね。あ、これはね、あのツイキャスに残るからさ、うんうんうん、ね、今見た方は映ってました。何人ぐらい見たかな。このいきなりね、オスプレイが真正面から飛んできましたね。向かってくる感じ怖いね。すごいな。まあでもこれがね、あのビアガーデンでのライブ感、うん、ね。音も聞こえたかな今ちゃんと。いや、かなり入ってる音も、うん、ね、低音でバッチリすごい、ね、っていう感じで。すいませんね、あの話の途中で急に。ね、あ、そう、じゃあもう、もう、今 10月前ですでにないってことは、うんうん、8月の中頃でもうないって言われて、うん、すごいね。もうワインのあれ何解禁日って言ってたっけ、ボジョレの11月、このセントマリノさんのボジョレも出ない、うん、あ、ないボジョレはボジョレボジョレ、あ、ボジョレ地方のっていうあれか、セントマリノさん、あーはーはー、そういうことか。おー、うん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 、あ、産地のあれなんだよね。で、違うんだよね。ボジョレ。でもボジョレは飲みたいよね。まあね。飲みたいよね。みんな飲んでるよね。そっか。じゃああんまり寝かすワインでもないのかな。セントマリノさんのその年のね、ラベルでなくなるってことは。うん、まあそれはもうあくまでもメインの、うちでもメインにしてる鳥居のマークがある、うん、あのワインがなくて、うん、でも他にも何種類もワインはあるので、うんうんうん、他のはあるんですけど、うんうん、やっぱりみんな鳥居のマークの、うん、あのシリーズ をみんな求めるので、そう、もうでもしょうがないですよね。お、まあでもあるんですよね。去年のものとか、そう、前のその、ね、前の年のものもなくなってしまったら本当にないですよね。あら、もうしょうがない。何か他の美味しいので対応するしかないですよね。もうあれから結構ね、じゃあすごい人気が出てきたんですね、うん、そういうね、お酒がこう切れるっていうのを、うん、想定してなかったんじゃないですか。想定してなかったです。してないでしょう、うん、ね、お店の名前もそれだからさ、うん、もうそれこだわって出すってことだから、他の代役っていうとなるとね、うんうん、ちょっと違うからね。そう、もう考えてもいなかったので、うんうん、そっか。まあでもそういうこともあるっていうこと、まあ、勉強になったっていうかね、はい、まあ、でもそれに勉強にもなったし、それだけやっぱり美味しいっていう風に飲んでる方がたくさんいらっしゃるってことだから、うん、ね、まあ、ファンが増えてるってことですからね。嬉しいことだなと思うし、うん、ね、これもまた一般に市販されてないからね。はい、普通に酒屋さんでは買えないので、うん、いいですよね、沖縄ではそうですけど、うん、内地とかでも全然あれなの、酒屋で売ってたりしないんだ。酒屋さんというか三越伊勢丹とかの、うん、とかでの、あとの中に入ってる酒屋さんではちょっと置いてたりとかっていうことはあるみたい。おー、
あ、じゃあ本当にもう手に入りにくいんだね。もともと本数が少ないんだね、うん、じゃあね、うん、そうだと思います。あのスパークリングも美味しかったもん ね、 ね、飲みたいですね。うん、もうほとんどシャンパンと一緒じゃん、あれね。シャンパン好きな人はもう絶対ね、あれはみんなびっくりしますね。うん、美味しい、うん、飲みやすい。まあ飲みたくなったな、ワインが。まだあと何本かは残ってるんですか、あの秋さんのところのお店には。赤がもう、赤ワインはもうもうない、今年の分はないです。もうない、ないです。白はちょっとだけ、ちょっとだけ。スパークリングは、うん、ちょっとだけだそうです。まあ、早めにご来店を。皆さんもあのもし興味ありましたら、うん、ぜひあのネットで検索してもらって、うん、あのセントマリノね、はい、あれはイタリア、イタリアのセントマリノ、サンマリノ共和国、そうそうそう、サンマリノ共和国の、うんうんうん、ね、ワイン、はい、いいですね。うん、また場所もね、まあ、でもこれを、見つけたきっかけってどこで出会ったきっかけは、これ詳しく言っちゃっていいのかな、うん、まあ、人の紹介なんですけど、うん、たまたま去年のクリスマスかな、あのすごい有名なある先生と、うん、芸術家の先生と知り合うことができて、うん、でまあいろいろねアドバイスをいただいたりとかしてて、でまあ私がワイン好きだとかっていう話をしたら、あ、じゃあワインを輸入している会社の社長さんを知ってるから紹介してあげようかっていう感じで紹介してもらったら、すごく社長っていうからなんかちょっとね、まあいわゆるなんかちょっと自分の中のイメージがあったんですけど、もうすごいふわんっていう、なんて言うだろう、優しい感じの女性で、もう私その人に惹かれてしまった。ああ、そっかそっか。で、そう飲ませていただいて、うん、もうその美味しさにまた惹かれてしまってっていう感じ。へえ、まあ。その出会い紹介がきっかけだったけど、うん、その社長さんオーナーさんも、はい、もうバッチリ来て、うん、でまたさらにワインが美味しかったと。はい。まあでもそういうのって出会いあるよね。うんうんうん、あるある。あの出会いにやっぱり、うん。まあ、最近もう本当に必然的だなってつくづく思うんだよね。全部意味があるよね、本当にね、出会いも起こることもびっくりするぐらい。あの、うん、16日の日も僕が関空に立つ日も、うん、その前の日に初めてお会いした人がいて、うん、ある会場でね、うんうん、で初めましてってことで挨拶して、でまあ、その時はもうちょっと時間なかったから、また時間改めてゆっくり話しましょうねってことでその日は別れたんだけど、うんうんうん、翌日僕が那覇空港行って、うん、で俺が座ってたら真正面にこの人が現れたわけ。びっくりして、うん、って秋野はどうもみたいな、どうしたのって感じで、うんうん、いや秋野さんもどこ行くんですかって、いやこれから関西空港って言って、あ一緒ですねってなって、同じ飛行機で、うん、でご一緒に行った方がお母さんで、うん、で前もうだいぶ前から計画してて、うん、お母さんを京都の旅行連れて行って、うん、お寺を見せてあげたいっていう、まあ、ちょっと台風でどうだったかもうちょっと知らないんだけど、うんうん、もう昨日の今日で本当にバッタリだったり、うん、あこの人とはちょっとやっぱりそういう運命的な出会いかもしれないなって思って、うんうん、で関空に着きました2時間遅れで、うんうん、でもう12時ちょっと前に着いたから、うんうん、でバスが12時5分で最終便だわけ、うん、で急いでバス停まで行って、うん、で行ったら、まあ、ちょっと時間あったからチケット買って時間あったから、僕の前にスーツ着てる若い男性が立ってて、うん、でなんか斜めに僕をチラチラ見ながら、うん、なんかニタニタしてる、うん、この若い青年、うんうん、スーツ着た青年がなんか怪しいなと思って、なんか変態かなと思ってちょっと離れてたわけよ。でずっと見るわけ、チラチラ見て、うんうん、おかしいな、絶対おかしいなと思って、そしたら振り向いて僕のところ近づいてきて、うん、あげなさん関空のバスで出たよ、ね、そしたら同じビジネスやってる、うんうん、その若い子だったわけ。
へー、1ヶ月前にね、サインして入ってきた、うんうん、子なんだけど、うん、もうびっくりしてさ、リキさんが顔広すぎるんだよ、うんうん、だから、ね、あのいやこの多分どこ行っても言われるはず、あげなさんですよね、引き寄せとかさ、うん、この必然な出会いとか、うんうんうん、こういうのがもうなんかやたら多くてさ、うん、で初めて泊まったホテルだよ、うん、あの3泊同じホテルに泊まってたんだけど、うん、そこで、飲み会も終わって帰ってきて、うん、でセブンイレブンでちょっと買ってね、うんうんうん、晩酌、まあ、まだちょっと時間あったからやってたわけ、うんうん、そしたらまた目の前に、うん、知り合いが来てさ、へー、このホテルあのできて1年しか経ってないわけ、うんうんうん、だから何回かあの三宮行ってるけど初めて泊まるホテルでもあったし、うん、綺麗だったから、うん、目の前に来てさ、で一緒にまたちょっと晩酌して話して、もうなんかもうこの数日間でもさ、うんうんうん、なんか不思議なね、なんだろうね、出会いとかね、うん、結構そういうのあるね、うん、そういうのあります、あきちゃんとか。全然ない、私あのあきちゃんもそういうのあるんじゃない、まあ、県外に住んでた時にもうしょっちゅう沖縄に帰ってきてるから、うん、頻繁に空港行くじゃないですか、うん、で空港ってあれだけ人がたくさんいるから、うんうん、誰かしらに会わないかなって結構キョロキョロするんだけど、うん、一度も知り合いに会ったことがない、うん、あとその偶然ばったりっていうのがないですね、ない、ない、空港ではでも結構な確率であるかもしれない俺。リキちゃん本当顔が広いからね、うん、顔がでかいからじゃないの、まあ、それもある、分かりやすいんだと思う、だから、うん、僕のシルエットはさ、うん、遠くから見ても分かるって、ね、本当に分かる、リキさんのシルエットはね結構違う、好物だよ結構いいシルエットしてる、あ、そう、あ、もうそうこう言ってる間にもう、あ、夕日出ちゃう、夕日がなんかね、あ、なんか紫色な感じで、もうすぐ沈みそうな感じだよ、ちょっとあのツイキャスの皆さん、あの、若干雰囲気だけ見えるかな、次回画面見て、こうちょっと分かりづらいかな、もうちょっ と, ああのもうちょっと 上の方、ああ、うん、分かるかな、ちょっとね、もうだいぶ沈んだ感はあるけど、まあ、こんな感じで、まあ、まあこんな感じでっていうね、もうあと10分15分したら今度は夜景がね、綺麗な夜景が見える時間帯になるんだけど、うん、まあ、この番組放送中にちょうど番組が終わった頃に今まではいい夜景が見えてたんだけど、うん、ね、もうすでにもうこんな時間になってきてるね、ね、だから冬が近づいてるような感じ、ちょっと肌寒い感じもする、なんか今、あ、お茶ありがとう、あ、お茶どうもありがとうございます、ありがとうございます、 TK さん、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、コインもよろしければお願いしますコインは、ね、いい感じ、コインはね、一人なんか1個ただでできるのかな、ちょっとやり方がね分かんないけどね、ありがとうございます、はい、どうでしたかね、ちょっと夜景っていうかね、もうちょっと見せたかったんだか、ね、いつもね、だけど、ね、うん、夕日が綺麗なんですけどね、日によって全然違うじゃん、うん、ものすごい真っ赤にね、うんうんうん、この雲が焼けた感じで あの夕焼けの時もあれば、うん、今日みたいにね、ちょっと落ち着いた感じのね、うん、落ち着いた感じで澄んだ感じの時もあるんですけど、うん、まあでも今日はなんかオスプレイも見れたし、ね、あのオスプレイは結構すごかったね、すごかったね、真正面に向かってきたからね、あ、なかなか、うん、この角度から見たこともないから、あ、コインくれた、ありがとうございます、猫さん、コインありがとうございます、ありがとうございます、猫さんは初めてですかね、ね、初めてですか ね沖縄の方かな、はい、こんな感じであの沖縄の、宜野湾市っていう、まあ、沖縄の、ね、真ん中辺、中部っていう真ん中辺の宜野湾市の普天間飛行場基地の近くにある、ビルの屋上のビアガーデン B サイドからお届けしてます、はいはい、こんな感じで、まあ、ツイキャスで見えてるのは、僕らはあの海を正面に、東シナ海を正面に、向かってますけど、まあ、カメラはね逆の方、普天間基地の方に向かって、うんうん、カメラは今ありますけど、うん、ちょっとあの